もみじチャンネル。みなさんこんにちは、トイプードルのもみじチャンネルです。今回の動画はシリーズペット服モデルへの階段の第1弾、生後3ヶ月の子犬初めての洋服に密着です。イエイ。ペット服のモデルをさせたいなぁと思い始めたのは、もみじちゃんをお迎えする2週間前から始めたインスタがきっかけでした。なんと1週間でフォロワーさんが100人いただきまして、今現段階2ヶ月経っているんですけども、1200名フォロワーさんついてくださっておりまして、日々いろんなことを教えていただきながらも本当に皆様の存在ありがたいなと感じております。導入が長くなりました。ではもみじちゃん初めて洋服を着る姿に密着していきたいと思います。よかったら最後まで見てください。初めてのお洋服はチャチャショップさんで購入させていただきました。こちらマッシュニットのピンク XS サイズです。チャチャショップさんは洋服のネーミングを募集されておりまして、私がちょっとマッシュニットどうですかと出させていただくとエントリー通りまして、もう本当に嬉しかったので、ちょっともみじちゃんの初めての洋服にと買わせていただきました。次にこちらパステルマシュマロティーのホワイト XS サイズです。中心にリボンがついていて、お袖もふわっとしていて本当に上品で可愛いです。モデルのワンちゃんが本当に可愛くて、もみじちゃんもいつかこうなれたらいいなとなんか想像しながら可愛くて買っちゃいました。マッシュニットとこちらのお洋服は同じ XS なんですけども、袖の長さだったりが違うので、ちょっともみじちゃんまだ手足が短いので、もう少しお姉さんになったら着させていただきます。生後3ヶ月のもみじちゃん、では今からお洋服にチェンジ。じゃーん、どうですか。生後3ヶ月のもみじちゃんです。ちょっと着慣れなくて、わからなくて固まっているんですけども、ボールを食べたりすると落ち着いていました。ちょっと今から写真撮影をしたかったので、ボールを食べながらカメラを回しています。本当に首元がハイネックになっていて、とってもあったかそうです。もみじちゃんはまだお散歩デビューがもう少し先なので、抱っこしてローズガーデンに行ってきました。この日は初めてお外に出る日で、お庭はお家の庭は行ってたんですけども、外に出るの本当に初めてで、もうキョロ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 してました。もみじちゃん一歩も歩いてないのですが、すごく疲れたようで、ゴローンとマッサージタイムです。あ、誰か帰ってきたよ。誰か帰ってきたよ。誰か帰ってきたよ、もっちゃん。誰か帰ってきたよ。いや、いないいないばあ。あれ？ねえねえばあ。いないいないばあ。昨日シャンプーしたから髪がふわふわじゃねえ。もみじちゃん初めてのお洋服を弟くんに見せるため待機です。あ、帰ってきたかな、ゴーということで、私が何も言わなくてもいつもこんな感じで家族大歓迎で待って